今回こちら見てわかる通りゾーンですね。12345本飲み比べしていきたいと思います。本番いきます。よー、入れて、もうちょっと入れようか。カメラ OK、 音 OK、 役所 OK、 よーい、スタート。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。今回こちら見てわかる通りゾーンですね。12345本飲み比べしていきたいと思います。 1.00 と発売したのが、こちらの赤ゾーンファイヤーボール、こちらですね2020年の5月に、今手元にないんですけども 1.00 とファイヤーボールが同時に発売されました。続きまして同年9月にですねゾーンドライブ、こちらが発売されました。12月にゾーンの139とゾーンアンリミテッド、この2本が発売されました。そして2021年2月16日にこちらユートピアが発売されました。はい、というわけでですね、今現行で発売されてますこの5巻をですね飲み比べていきたいと思います。ではですね、早速なんですが、まあ色も見たいというわけでグラスを買ってきました。高さ欲しいんですけど、高さありますかね。でですね、監督100均で同じコップを買ったはずなのですが、なんかちょっとサイズも違うし、なんか色違うぞ、色使いが結構個性的かと思いまして、まあそれもねちゃんとねこの中身のドリンクに反映されているのか、まあそういったところもお楽しみください。ではまずこちらバージョン 1.139 なんですけども、開けていきたいと思います。ちなみにこれ全部飲むと監督死にますので、ちょっとだけにしときます。まあ半分ぐらいはいきたいですね。これさっき落としたんでプシュプシュいってます。ではいきます。はい、ビールですっていうのは冗談です。続きましてこちらファイヤーウォール、うこの赤い缶からどのようなものが出てくるのでしょうか。どうぞ。はい、グリーンでした。続きましてこのブルーオーシャンの感じ、ディープドライブ、白となっております。続きましてこちらアンリミテッドゼロ、うわ、はい。で、最近発売されたばかりのこちらユートピア、はい、というわけで全てが揃いました。はい、ではですね早速飲んでいきたいと思います。デカビタ、かなり甘いです。もうほんとデカビタですね。オロナミン C の味です。一番飲みやすいと思います。続きましてこちら、まあ、すでに監督が実は飲んでおります。この赤缶なんですけども、この中で一番今手に入れるのが難しいです。監督はですね近くのサツドラで購入しました。ではいただきます。うん、メロンソーダ、メロン風味ですね、クリームソーダですねの味に近いです。あとですねかすかになんですけども、ミントか発火のようなちょっと後味が残るような癖があります。はい、でここからの3本はですね飲んだことがない全く未知の領域です。ではこの白いものいっていきたいと思います。この青から白ね、うん、なんか乳酸飲料の香りが、うん、カルピス、まさかこれがエナジードリンクとは思わないような味です。では次行きましょう。でこちらなんですけども、まあ見てわかる通りですねめちゃくちゃ似てるんですよ。名前にある通りですねアンリミテッドゼロというわけでですね、こちらのゼロカロリーバージョンというですね位置付けで発売されております。まあ一応飲んでみましょう。うんうんうん、違いがわからねえ。カロリー気になる方は、これを買うなら、こちらを買った方がいいと思います。では、ラスト。こちらがですね、2月16日に発売されたばかりの商品、ユートピア、飲んでいきたいと思います。ピンクです。うん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 。あ、フルーティー。桃の香りがすごい。果汁が 17% 含まれている、エナジードリンクではかなり珍しい果汁入りのドリンクです。で、桃とオレンジとリンゴが含まれております。うん、めちゃくちゃフルーティー。これもなんかエナジードリンクっていう味ですね。本当になんか美味しい炭酸入りのジュースっていう感じです。はい、というわけでですね、味比べをしてみました。監督がですね、飲んだ限りですね、一番好きなのは、やっぱりこれかな。無難にね。で、その後に、メロンソーダ、これ、これかな。いや、でもこれもなんか悪くないんだよな。うん、いや、でもこれカルピスなんだよな。
うん、これはもう桃ジュース、メロンジュース、あ、でも炭酸効いてるって言ったらこの3つがダントツで効いてます。うん、やっぱエナドリ感だとしたらやっぱりこの2本かな。今これ結構常温で置いてるやつを飲んでるんですが、やっぱ飲み方としては、はい、コンビニなら多分どこでも売ってると思われます、このカチ割り氷グラスですね。まあ単純に氷入ってるものをコンビニで買ってきました。うん、ゲップが出る。さすがに動画内でゲップは出せない。買います。はい、でこのカチ割り氷はですね、普通にコーヒー入れたりとかもできますので、まあ今回はね、この氷を入れて、違う、食べ物じゃない、カッチカッチに固まってる、ちょっと待って、解体してくる。入れて、もうちょっと入れようか。うん、ゲップ出る。この中でですね、一番カロリーが高いのを調べますと、なんと実はこいつユートピアが一番カロリーが高かったです。その次にこちらディープドライブ。意外だよね、フルーティーと乳酸飲料って絶対さカロリー低いかと思ったら一番高い。でもちろん、このゼロカロリーに関してはもうカロリーゼロです。そしてカフェイン容量はですね、このゾーンと同じくゾーンゼロカロリーが多かったです。 500ml で 100mg のカフェインが含まれております。で、あとはこの3本ですね、こちらは75となっております。ちなみにですね、監督調べてみますと、このエナジードリンクってカフェイン容量すごいかと思ったら、コーヒーの方がもっとすごかったです。コーヒーをですね 500ml 飲むとすると、このゾーンをですね3本飲むと同じくらいのカフェイン量になりますので、そこまでカフェインは気にしなくていいと思います。ただですね、めちゃくちゃ甘いんで糖質とかですね、まあ、飲みすぎには注意してください。あとですね、炭酸なんでゲップが出ますので、ごくごく飲む際は、周りに気をつけましょう。夏を感じる。冬だけどね、やっぱね、冷たい時にね、夏に飲みたいね。あ、冷えてる冷えてる。あ、冷えた方が美味しい。うん、出されてもどっちがどっちだかわからない。うん、メロン。うん、あ、これ一番飲みやすいかもしんない、もしかしたら。カルピスっていうか乳酸飲料。あ、でも桃も捨てがたいな。はい、結論出ました。同列です。もうどれも選べません。はい、その日の気分に合わせて飲んでいただくのがいいかと思います。はい、というわけでですね、こちら 500ml 缶なんで、もう1本あれば結構持つかと思いますので、興味がある方はですね、ぜひこちらのゾーンですね、コンビニで買ってみてはいかがでしょうか。監督はですね、結構このね、赤缶ね、ファイアボールを探すためにめちゃくちゃ苦労したんですが、まあ、コンビニで今一番売ってるのはダントツで発売されたばかりのこちら、ユートピアメジャーのゾーン。まあ、あとは場所によってはこれとこれが置いてある時もあります。こいつに関してはもうめちゃくちゃレアなので。はい、というわけでですね、今回はゾーン飲み比べ5種類をやってみました。参考になればと思います。このチャンネルではですね、自分が大好きなものやおすすめしたい映画やドラマや漫画をですね、もう徹底的にレビューしておりますので、興味がある方はですね、他の動画もぜひご覧ください。そしてチャンネル登録もお願いいたします。はい、というわけでまた次の動画で会いましょう。はい、あ、ゲップ出る。はい、おしっこじゃないですよ。なかった。リンゴ、お腹たっぷりです。はい、あとですね、やめろやめろ、ザーンザーン、飲んでみたよ。 OK です。